どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで。 現在、この動画を撮影しているのが3月3日の金曜日なんですけれども、今回の動画は今後注目していきたい、ローテ7番手以降の争いについて、というのも岡田監督は今シーズン、ローテ6人きっちりで戦うのではなく、大体8人から9人で回していきたいと語っています。で、そういった中で現状のタイガース、開幕ローテ争いもそうなんですが、それ以降の争いはどうなっているのか、そして西勇希投手が村上投手に対して語った、もったいないという発言、このシーンについても深掘りしていきます。よかったらぜひとも皆さんのご意見というのもお聞かせください。 では早速お話をしていきますが今回ご紹介していくのはローテ7番手以降の争いいについて、まあ、現状のタイガース開幕ローテ争いも非常に熱いんですがそれ以降の争いというのも本当に熾烈 というのも、まず、開幕ローテ争いに関しては、以前の動画でもご紹介しましたが、青柳投手、西祐投手、伊藤正史投手に加えて、西淳也投手と佐伯投手。まあ、この5投手に関しては、岡田監督の評価、そして実戦での投球内容を見ていっても、正直ローテ投格かなというところですよね。まあ、3月の9日あたりから、岡田監督はローテ逆算状態に入るというふうに語っていますが、おそらくこの5投手は、そろそろ曜日が決まってくるでしょう。そしてラスト1枠に関しては、現役ドラフトでやってきた大竹投手が、沖縄での実戦合計9回を投げ て無失点と本当に素晴らしいいアピールを見せていますで、岩沢投手に関しては、まあ、昨日の動画でね、まあ、中継ぎ転校が有力視されてるんじゃないかとご紹介しましたけれども、まだ岡田監督はその岩沢投手の中継ぎ転校について、完全に明言してるわけではありません。ですが、岡田監督はそのことについて、いやいや、中継ぎっていうか、そういうあれじゃないよ。でもまだな、徐々に決めていかなあかんねんけどな、今いてる上のピッチャーは全員投げてな、岩沢なんか2イニングかもわからんけど、若いのは4とか行くけどな、中継ぎというか、ブルペン決まってるやつでもみんな1とか、この4試合でみんな投げると、 のように明かしています。まあですので、岩皿投手に関しては次回当番おそらく7日の韓国戦という風に言われていますが、ここでは完全に中継ぎという立場で投げるわけではないのかなと。まあただ大竹投手の出来であったり、それこそ岩皿投手のアピール、まあ、いろんなものを合算しながら、最後の最後に岡田監督が判断していくという流れになりそうです。まあただ、大竹投手のアピールが本当にズバ抜けてますからね。まあ、次回当番では3から4インニング投げるという予定ですが、今後この6番手争いどうなっていくのか、引き続き注目しながら見ていきたいポイントです。ということで、このようにまず開幕。 といいいいいいうう観点で見てててくししっかかり6投手決めて回していかななけければいけないっていうね、まあ、そういうポイントもあるわけなんですが岡田監督は前々から明かしている通り今シーズンは6人のみで回っていくのではなく大体8人から9人でローテを回したいというプランを持っているですのでその6投手に続く形で一体どういう先発ピッチャーのアピールがありそうなのかこの点について見ていきますでまず今後の争い見ていく中で注目したいのが今日から始まってる3番勝負でこの3番勝負というのが本日3日から始まった教育リーグでのドラゴンズ3連戦、まあ、ここで先 1発候補のピッチャーたちが続々と登板してアピールを狙っていくという期間になりますでまずその中で1人目注目したいのが5日に登板予定のブライアンケラー投手 このブライアン・ケラー投手に関しては以前からご紹介している通り、岡田監督に球数が少ないと、このように指摘されていましたが、ここまではマイペース調整を進めてきた。そして前回の登板、ここで思うように数字を残すことができず、まあ、岡田監督は厳しいコメントを出したという流れ。で、そのブライアン・ケラー投手の今後について、ファームで投げさせよ。名古屋でな。当たり前やそんなもん。こっちで簡単に投げられへんよと、まあ、このように1軍で投げるのは現状厳しいと、このように岡田監督は語っています。まあ、ですので我々タイガースファンとしても、まずこの3月の5日に、ブライアン・ケラー投手がどういう ピッチングを見せてくれるかここここは注目したいところ、まあこの日はおそらく4イニング投げるんじゃないかと言われていますが、で、そのブライアン・ケラー投手は今後について、ここからイニングを上げて、徐々に状態を上げていきたいと、このように語っています。まあ、本当に厳しい評価を受けているというのは、ブライアン・ケラー投手自身も感じているところはあるでしょうし、まあ、前回の当番後ね、ブライアン・ケラー投手は、自分の直球の出来は5割程度だと、まあ、このように語っていましたし、9位、請球とも物足りないので、もっと練習したいと、やはりもしかしたら今の調整スピードでは間に合わない、このように捉えてる可能性というのもあります。 まですので、まずはその3月の5日でどういう結果を出してくれるか、まあ、これによってね、岡田監督の最終評価というには、ちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、まあ、本当に開幕ローテに入ってこれそうかどうなのか、まあ、ここの判断には間違いなくつながるんじゃないかなということで、まずはこの日、ブライアン・ケラー投手の投球内容、しっかり見ていきたいなと思っています。で、その前日に当たる3月の4日、ここでは桐敷投手が先発で、2番手では秋山投手が投げる予定。 まあこの二人に関しては思い返すと昨シーズン開幕ローテに入ってたピッチャーですからね。まあ、ですのでなんとか1軍に上がってローテに食い込んでいきたい。この思いというのは強いでしょう。でその中でまず見ていきたいのがキリシキ投手。キリシキ投手は2月23日のドラゴンズ戦、ここで4番手として登板しましたが、その6回に7安打7失点ということで大炎上。まあ、本当に苦しいピッチングになってしまって、そこから2軍合流という形になりました。まあ、このようにキリシキ投手からすれば悔しい登板になりますが、ただ岡田監督はまだチャンスを与える方針。というのも岡田監督は続けて、 まあ、降格って言うても、キャンプ中の実戦で投げる機会なかったからな。当落戦というか、次は甲子園でのオープン戦、まだまだ長いイニングは投げて言うといたと、このようにも明かしています。まあ、ですので、桐り敷投手の次回登板は、3月4日の2軍戦という形にはなりますが、そこでもしいいアピールができれば、もしかしたらオープン戦で上で投げられるかもしれない。この可能性は残っている。まあ、キャンプが始まってずっと評価が高かったピッチャーですし、岡田監督の中でもまだ見てみたい。その思いはあるんじゃないでしょうか。そしてもう一人見ていきたいのが秋山投手。まあ、秋山投手は前回登板、2月8 2日のドラゴンズ戦登板しましたけれどもここでは2回4安打3失点ということでブライト選手にホームラン浴びるなどちょっと甘いボールが目立ってしまったでそのことを振り返って秋山投手はどうしようもないという感じではない これからしっかり低めに投げられる方向に持っていけるように練習していきたいと思いますとこのように語っていました。今年のキャンプではほぼ毎日ブルペンに入って投げ込んできたその成果というのを実践で出したいところ、まあ、秋山投手の場合は実績は抜群ですから実際の試合で続けていい投球ができれば間違いなく岡田監督の目に留まると思うんで、まあ、その中で3月の4日、桐式投手と秋山投手がどういう姿を見せてくれるかここも楽しみに見ていきたいところです。そしてもう一人見ていきたいのが村上投手。まあ、村上投手は2月のキャンプを通して徐々に状態が上がってきた選手。まあ というのののも実戦初登板となったのは2月11日の紅白戦、まあ、白組では桐式投手が投げて赤組では村上投手が先発、まあ、本当に西純也投手と佐伯投手のようにこの桐式投手と村上投手は同じ枠を争う若手ピッチャーという形で投げ合ってきましたでこの日の村上投手なんですが正直全体的にちょっとボールが高かったんですよちょっともったいないフォアボールがあったりランナーがいない状態でクイックしてそのボールが完全にボール球になってしまったりと、まあ、いくつかそういうね気になるボールはあったんですけれどもそれでも特徴である緩いカーブを使いながら腹 選手に対ししてて強いストトレートで押してガイアフライ村上投手らしい攻めのピッチングというのもあってこの日はまず3回無失点ということで結果を残したそして次の登板は2月15日のイーグルス戦この日も先に桐敷投手が投げてあとから村上投手が投げるというパターンになりましたがここでも村上投手は3回無失点 そして迎えた2月23日、この日は社会人チームとの対戦でしたが、この日村上投手は4イニングを投げて、1人のランナーも出さずに4奪三振。まあ、ですので村上投手は紅白戦も含めると、キャンプ中の実戦、合計3試合で10イニング無失点ということで素晴らしいアピール。もちろんそれぞれの中身を見ていくと、ピンチを背負うこともありましたが、まあ、そういったピンチを何とか粘りながらゼロでいく。これ先発ピッチャーに求められるところですからね。 ですので、キャンプ全体を通して、ズバ抜けたアピールではなかったかもしれませんが、それでも10イニング投げて無失点でしたから、これは大きなアピールですよ。そして今日から始まった3番勝負、その一発目の先発を任されたのが村上投手なんですが、その試合前、村上投手は、常に1番手にいないと、空いたポジションには入れない、自分の評価を上げるためにも抑えたいと、このように語っていました。まあ、やはり村上投手の言葉にもある通り、その控えの1番手といいますか、1軍のローテ投手に何かあった場合にすぐに自分が呼ばれる、そういう立場にいなければいけませんよね。まあそれが シーズンで言うと再伯投手であったり西淳也投手だったと、まあ、特に再起投手なんでずっと2軍で無双してましたからねそして昨シーズンは中10日の感覚だったとはいえ1軍でも素晴らしい投球を続けたということでまず村上投手の立場を考えるとずっとアピールしなければいけないそして迎えた本日の試合村上投手は5回を投げて球数89球許したヒットは2本、まあ、そのうち1本がホームランなんですけれども与えたフォアボール2つの2失点そして5奪三振ということでまずまずのアピールに成功、まあ、その鵜飼選手に許したホームランがスライダーが完全に抜けてしま っったたボールだったんでまあ、こういった変化球をしっかりコースに決められるか、これが大きなポイントになる。そしてもう一つの失点は、ワンアウト一塁からスリーベースを許したということで、2つともヒットは長打なんですよ。まあ、ですので1軍でもこういった部分が課題になりますかね。まあ、キャンプ中のインタビューで、西勇輝投手に対して、今年期待してるピッチャーは誰ですかと、インタビューアーの方が質問すると、村上ですかねと、まあ、村上投手の場合は2軍でも数字を出してるからこそ、あとは1軍の 準備だとそして、西勇輝投手が語っていたのは、2軍で数字を出してるピッチャーが1軍で勝てないのは、やっぱり気持ちの面だと、まあ、技術じゃない部分が上とを占めてる中で、まあ、本当に西勇気投手は親目線でね、村上投手に対して期待してるということで、まあ、やはり西投手にとっても、自分にちょっと似てるっていうね、まあ、そういうポイントを感じ取ってるからこそ、いろいろ感じる部分もあるのかなということで、まあ、その西投手の期待に応えることができるか、村上投手の今後も注目しながら見ていきましょう。ということで、最後になりますが、本日3月3日の2軍戦終了時点で、今後の7番手以降、 争いいいのの序列ととうのを見ていくとやはり今日村上投手は5回2失点ではありましたがこれまでキャンプで見せてきたアピールそして1発目の先発を任されて5インニング投げたというところを見てるとやはり村上投手が一番近しいところにいるのかなとで次いで桐敷投手や秋山投手そして新助っ人のブライアン・ケラー投手であとはルーキーの門別投手、まあ、この門別投手も2月23日の社会人チームとの対戦ここで最速145キロのストレートと、まあ、しっかり変化球もストライクゾーンに入れながら1インニングで3者凡退そして和田二軍監督は今後について 十分頭頭かかかからららいいいけるるるピッチャーーだととと、まあ、ここののよううにに評価ししししてたたんんでももしもし年目頭から2軍の先発ロテ入あれませんそして同じ若手ピッチャーで言うと、及川投手と森木投手、この二人の起用法がどうなっていくのかも注目。また森木投手に関してはね、別途動画ができればなというふうに思っていますが、もしかしたら今シーズン中継ぎ待機もあるかもしれないとかなり早い段階で言われていましたから、まあ、これは一軍中継ぎ事情も照らし合わせながら今後考えていくという流れになりそうです。まあ、本当にざっとね、名前を挙げただけでもたくさんのピッチャーがいる。 これはタイガーーースのの大きな武器だと思うんでこれからどのピッチャーがローテに食い、込んでいいいけそうなななののかこの点も注目しながら見ていきたいなと思います。はい、といとうことで、今回の動画では、徐々に開幕ローテも決まっていきそうな中で、それ以降の争いはどうなっていきそうなのか、そして西祐投手が村上投手に対して語った今後の期待、この点についてもご紹介させていただきました。まあ、本当に村上投手の場合は2軍でね、素晴らしい数字を2年間出してきたピッチャーですから、本当にもうあとは1軍で結果を残すだけ、まあ、本当に一生がね、村上投手にとって大きな自信になると思うんで、そのきっかけ を掴むことがができきるののか今後のアピールも注目ししながら見ていきましょう皆さんは今後の開幕ローテそしてそれ以降の争いについてどう考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万 99, 9900人突破いつもありがとうございます 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は見のせ、チャンネル登録者4万人ということで、今後とも阪神情報局、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トロホーありがとうございました。本当にタイガースの先発争いは12球団トップレベル。その中でどのピッチャーが抜け出すのか、今後も注目しながら見ていきましょう。ではまた。